中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で、ビッグモーターが第三者委員会の報告書で告発をもみ消したと言わざるを得ないと指摘されていたことが分かりました。ビッグモーターの第三者委員会が作成した調査報告書によりますと、ビッグモーターは、 ゴルフボールを靴下に入れて車体を叩き、傷つけるなどの手口で修理費用を水増しして、損害保険各社に保険金を請求していました。こうした不正は2020年以前から行われていて、修理部門に厳しい営業ノルマが課されていたことが原因の一つだと指摘しています。さらに一部の工場では、従業員が経営陣に対して不正を告発したにもかかわらず、 審議に関して特段の調査も行わないまま、もみ消したと言わざるを得ないとしています。ビッグモーターはホームページで、不適切な請求事案を確認した案件におきましては、真摯に対応してまいりますとコメントしています。